賃貸住宅等の管理と自然災害に関する次の記述について適切か不適切かで答えてください。いきますよ。1、賃貸借契約締結時には借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましい。さあ、どうでしょうか。はい、もうこれ、宅建に出てくる知識ですね。答えは、はい、これ適切でございます。もうその通りですね。これ、宅建業法でも勉強しておりますけれども、水害ハザードマップはただですね、借主に渡すだけじゃダメなんですよ。ちゃんとですね、避難所の場所とかですね、物件のですね、所在地なんかをマーキングして渡してあげてください。そうしないとですね、わかりませんから。ちなみにですね、これ説明まではですね、別に宅建業法でも義務化されておりません。これ水害ハザードマップをですね、説明しろとは言われてません。場所をですね、しっかりとマークしてあげてくれっていうふうに言われております。実務だとですね、例えばお家に帰ってですね、これは読んどいてくださいみたいな感じで、ハザードマップのですね、資料を渡すっていうケースが多いと思います。必ず場所はですね、マーキングしてあげてくださいということです。2、ブロック塀の耐震診断や除去、改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましい。はい、どうでしょうか。はい、これ答えは、はい、丸ですね。私もこれネットで調べてみましたけど、結構すぐたくさん出てきます。いろんな地方公共団体がですね、この助成金制度やってましたね。地方公共団体がブロック塀のですね、耐震診断や除去、改修等のですね、支援制度を提供していることがですね、結構あります。これはですね、地震の際にですね、倒壊して歩行者なんかをですね、傷つける危険性がある塀を除去する目的でですね、費用の一部を助成しているという感じになっております。3、震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は借主が負担すべきものではない。はい、どうでしょうか。これはもう常識的に考えればわかると思いますが、答えは、はい、適切でございます。もうその通りですね、こんなの借主負担させられたらたまったもんじゃないんで、これはですね、借主負担じゃなくて、貸主が負担すべき費用ということになります。4、震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。さあ、どうでしょうか。はい、行きますよ。答えは、はい、これ不適切です。ダメですよ。これ拒めるわけないですよ。貸してる大家さんですからね。これ速攻で業者手配しなきゃダメですよ。これ自然災害によって賃貸住宅が損傷した場合でもですね、貸主は、賃貸住宅の使用収益に必要な修繕をする義務を負いますので、修繕義務は免れませんよ。地震だからしょうがないじゃんって言ってられませんからね、すぐに直してあげなきゃダメなんですよ。お金もらってですね、家賃というものをもらってですね、貸している以上はですね、ちゃんと住める状態にしてあげなきゃいけないんです。これ自然災害であろうが何であろうが、そういう義務はですね、あるんです。もちろんですね、大震災の時なんかに、業者が混んでてすぐ手配できないってことはあるかもしれませんけども、修繕をしなくていいということではありませんので、必ず修繕義務は負うということでございます。当たり前だと思ってください。賃貸住宅の管理の実務に関する次の記述が適切か不適切かで答えてください。1、借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後ではなく、従前の借主が退去した時が望ましい。さあ、どうでしょうか。はい、行きましょう。答えは、罰ですよ。これはですね、実務やっていればわかると思うんですけども、鍵交換はですね、新しい借主がですね、入居する直前にやるべきなんですね。これなんでだと思いますか？これですね、退去後にすぐ交換しちゃうとですね、その後ですね、その新しい鍵を使って内装業者内装したりとかですね、不動産屋が案内で使うことになるんですね。そういうふうにですね、いろんな人が使った鍵、握った鍵をですね、あなたが新しく入る借主だとして、それでいいですか？よくないですね。セキュリティ甘々ですよね、それじゃね、ダメなんですよ。例えば、入る前に、要は入る直前にですね、もう一回交換してってなっちゃいますんで、だからですね、新しい借主が住むですね、入居する直前に鍵交換をするのは望ましいということになります。2、空室は劣化や痛みをできるだけ防ぐため、室内に立ち入ることは望ましくない。はい、どうでしょうか？いきますよ、答えは。あ、これ実際これ試験問題で出てるんですよ、こういう問題。これはですね、真逆でございます。これはわかりますよね。室内に立ち入ることは望ましくないんだったら、どうやって案内するんだって話になってきますからね。これはですね、まあ、実務やってると分かると思いますが、これ1ヶ月以上ですね、もし仮に空室だとして、誰も室内に立ち入らないとですね、換気してないってことになりますから、すごく部屋に匂いますよ。特にですね、これ実際私もやったことあるので分かりますけど、これ洗濯機置き場が室内にある物件なんかですね、これ洗濯機の排水口があるんですが、あそこからですね、匂いがすごい上がってくるんですよ。あそこでですね、水を定期的に流してないと、こう排水口が乾いてですね、排水口のについてぬめりとかの匂いがですね、もう逆流して上がってきてすごく臭いんですよ。空室物件なんか行った時なんかはですね、これ空室管理なんて言い方もしますけども、ああいうところに実際水を流してあげたりとかですね、排水口をラップで塞ぐとかですね、そういうことをして対策を取っておかないとですね、もう空室の部屋ってどんどん傷んでいくし、臭くなるんですね。立ち入れないのは適切っていうことはですね、全然ありません。これがもし適切なんであればですね、管理会社は長期空室を放置してもいいってことになりますから、そういうことじゃ
では全然ありませんのでご注意ください。紛失中の管理というのは、ね、非常に実務ではです、ね、重要になってきます。単、共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借り主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。はい、どうでしょうか。はい、これ答えは、はい、これもその通りですね。はい、これ共用部分の清掃に関して、年間の清掃計画とですね、定期点検計画を借り主に逆にですね、事前に知らせなかったらですね、管理住宅契約を結んでもらえないと思いますよ。そこがですね、一番お客さんですね、要するに大家さんから占めれば重要なところなんで、ここはですね、ちゃんと知らせてください。要は建物共用部分の廊下や階段に借り主の私物が放置されている場合、賃貸住宅管理業者は、発見後直ちに自らその私物の移動や撤去をする必要がある。さあ、どうでしょうか。言いますよ、答えは、はい、これ不適切ですよ。これですね、丸だと思ったらちょっと危ないですよ。これですね、実務ではよくあるシーンなんですけども、他の部屋から苦情が来てね、撤去してくださいってよく言われるんです。私の経験でもすごく多いんですけど、まあ一番多かったのは自転車ですね。放置自転車がですね、駐輪場とか敷地内に放置されてるんで捨ててほしいって言われることがよくあるんです。邪魔なんで。これなんでこういうことになるかというと、おそらく私の勘ではですね、引っ越す人がですね、もうこの自転車いらないし持ってくの大変だからっていうので、黙って置いていっちゃうっていうパターンが多いんですね。ただですね、そういう風に放置されている私物をですね、所有者に無断で移動したりとかですね、処分できないんですよ。誰のものかまずわからないですから、勝手にしてたらですね、問題になるんですよ。他人の所有物ですからね。なので、手順としては、まずですね、苦情の内容を手紙でですね、全国ポスト投函して、まあ、あとは掲示板とかに貼って、言うんですね。どかしてくださいっていう、捨てて、入れ使わないんだったら処分してくださいっていう風に告知をするんです。これ勝手にですね、管理会社が移動させたり処分させるとですね、もう非常に問題になりますので、ご注意ください。必ずですね、所有者本人に移動させてくださいということになります。仮にですね、誰かが捨てたものだとしてもですね、ちゃんと確認を取ってからやらないとまずいです。私も実際やったんですけども、住んでる人全員確認しました。あそこに置いてあるあの自転車はあなたのですか違いますかっていうのを全部の部屋に私聞いて、全員違うって言ったんで捨てたってことはありますけども、それぐらいしないとですね、問題になるんでご注意ください。防犯に配慮した共同住宅にかかる設計指針。において新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち最も不適切なものはどれか。いきますよ。1、エレベーターのカゴ内には防犯カメラを設置するものとされている。さあ、どうでしょうか。はい、これもちょっと常識的に考えればわかると思いますが、答えは、はい、これ適切でございます。これエレベーターのですね、カゴの中には防犯カメラ等のですね、設備を設置することは望ましいというふうにされております。2、住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。さあ、どうでしょうか。はい、行きますよ。答えは、これ不適切ですね。この住戸の玄関扉のですね、錠というのは一番重要な部分ですから、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、破壊が困難な構造のものが適切でございます。またですね、主錠の他にですね、これ補助錠なんかを設置することがですね、望ましいというふうにもされております。要するにですね、蓋つけるということですね、鍵を。これ先の住宅だと良くなっていると思います。3、設置下に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。さあ、どうでしょうか。答えは、はい、これ適切でございます。ちなみに、面格子ってこういうやつですね。こういうのですね、あまり普段知らない言葉が試験に出てくるとイメージできなくて混乱するんです。一応こういうものだっていうのをですね、覚えておきましょう。4、共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては、おおむね50ルクス以上とされている。さあ、どうでしょうか。はい、これはもう知らないと難しいですね。こういう問題出てくるんです。結構ですね、新幹線試験はこういうよくわからない単位のですね、数字出てきますんで、ちょっとご注意ください。答えはですね、これ適切でございます。ちょっと解説しますよ。これですね、共用玄関の照明設備は、その内側の床面で、おおむね50ルクス以上、その外側の床面で、おおむね20ルクス以上の平均水平照度をですね、それぞれ解放することができるものとされています。これですね、ルクスっていうのはですね、こう照らされた明るさのですね、単位のことなんですね。こういうふうに書くんですけど、実際にですね、物が照らされる明るさのことをですね、照度って言いまして、単位もですね、ルクスという単位を用いるという感じになります。これ試験に出る可能性ありますんでですね、これぐらいのことはちょっと覚えておく。た方がいいかなというふうに思います。以上でございます。全問正解できたという方はレベルアップでございます。こんな感じでですね、日々徐々にですねレベルアップしていきましょう。ということで、また明日。